皆さんこんばんは。本日はガラタサライ対川崎フロンターレブルクスタディオンよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョンカビラでお届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。笛が吹かれてスタートです。ガラタサライ対川崎フロンターレ、注目していきましょう。浮かせて裏を狙う、このスルーパスは通りません。セルギオ・ラモス、ロイス、さあここでカウンター、さあフリーだ、クリスティアーノ・ロナウド、インサイド上がっていく、アグエロ、自分で行く、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、この柔らかいパス、いやー抜けてましたね、メッシのシュート、ゴール。さあまずは先制、これは少しマークがつききれなかったんでしょうか。こういった危険な選手をエリア内でフリーにしてしまったら決められてしまいますよね。そうですね。川崎、早い時間での失点、早いうちに挽回したいところです。チームとして試合の入り方があまり良くないんじゃないでしょうかね。それがこの失点に現れてしまいましたね。サイドへ、ディフェンスの、ね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。裏を狙う、メッシに渡る、まだありますよ。メッシー、しかし飛び出しのタイミング見事でした。川崎、起点となるアクションを作っていけるのか。ラーム、ここはカットします。クリスティアーノ・ロナウドに渡るスルーパス、流れを止めます。このパス越えるか、これをカットします。ダニエル・アウベス、ボールはロペ、アグエロ、抜けてくる、ロイス、縦にボールをつないでいきます。とこれはつながりません。ビダル、アグエロ、マルキージョからクリスティアーノ・ロナウド、ゴール、川崎が追いつきます。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね、はい、そうですね。川崎、同点に持ち込みました。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。ここからお互い力を持っているので、レベルの高い試合になりそうですね。さあ前へ、クリスティアーノ・ロナウド、どうする、シュートレンジです、
もう30分を回ったところです。ここまでは1対1の同点です。ダニエル・アウベス、奪われると危険な位置。ラーム、さあクリスティアノ・ロナウド、絶妙ですね。さあメッシ、これは奪い返します。ボールをコントロールするラーム、さあクリスティアノ・ロナウド、これはつながりませんでした。チアゴ・シウバー、オレムリナス、ここは読んでいました。ガラタサライ、少し消極的に見えます。さあ前半40分です。前線へ出す、チアゴシウバー、ベイル、これ行きますね。ここでのパスは危ない。マルキージオ、ロッベン、アグエロ、長いボール裏へ落とす。セルヒオ・ラモス、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。七海さん、前半振り返っていかがでしょう。川崎としては先制はされましたけど、しっかりと前半のうちに取り返しましたね、はい、精神的にはいけるというポジティブな形で後半を迎えられるんじゃないでしょうかね。そうですね、引き続き後半その行方見てまいりましょう。前半戦って1対1、同点で折り返しています。さあ後半です。ロイス、このボールをカットします。ロイス、メッシュ、このパス超えるか。これは繋がりません。縦にボールを送ります。アレクシス・サンチェス、ここにメッシ、スペース出ましたね。さあ抜け出した、アグエロ、アグエロ、味方を走らせる。アレクシス・サンチェスに渡る。さあシュートに行けるか。ロナウド、シュート、いやーキーパービッグセーブでしたよね。さあボールが抜ける、クリスティアーノ・ロナウドに渡る。シュートに行くかと呼んでいた。ラーム、マルキージオ、ここまでのところ同点です。1対1、カットです。チアゴ・シウバー、マルキージオ、ラーム、浮かせて裏を狙う。後半20分経過です。ラーム、クリスティアーノ・ロナウド、ロイス、
さあ抜けてきた。いや強いですね。ゴール。ガラタサライこれで勝ち越しです。一歩リード。メッシ最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。メッシ今日2点目です。前線へのボール、セルヒオ・ラモス、ミューラー、ミューラーに渡る、おお、こぼれてますね。これは拾われます。裏のスペースに置きに行く。ベイル、もう一つ前に行きたい。出ましたね。奪い返します。こぼれる。攻勢が続く。クリスチアーノ・ロナウドに預ける。一人で持っていくか。後半32分が過ぎたところです。川崎、さあもう残すところ時間がない、急ぎたいところです。いや厳しいですけど、なんか変化を起こさないと終わりですからね、はい、アグレッシブにゴールに向かってほしいですね。そうですね。ボールアプローチが早いですね。中村からクリスティアーノ・ロナウド、37分経過、後半です。ロッベン、味方を走らせる、見事なパス。もっと抜け出ましたね、これチャンスですね。ゴール。ガラタサライ、ダメ押しゴールとなるのか。直前のドリブル、キレキレでした。そうですね、ゴールするんだっていう気持ちですよね。はい、少しでも確率を高めるためにボックス内まで積極的に運んでいきましたよね。そうですね。さあガラタサライ、これで2点差、リードを広げます。いやこの試合終盤で2点リードしたのは非常に大きいですね。ここからは少し余裕を持って試合を進められそうな感じがしますね。これは狙える距離でしょう。ラストチャンスですかね。自分で行く。アディショナルタイムは3分という表示です。リナターレ上がる。リナターレドリブルで切り込んでいき、シュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。この力で切り込んでいくっていうかね、見応えのあるプレーでしたね。どういう風に時間を使ってくるのか注目したいですよね。ここで笛です。3対1、川崎残念な結果となりました。七海さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。川崎としては
何もやらせてもらえなかった90分でしたね。ただこれを引きずらずにもう一度チームが一つになることが大切だと思いますね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は名波浩さんでした。名波さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。川崎3対1、2点差で敗北を喫しました。